韓国の今年の年間輸出額が5000億ドルを突破した。韓国の産業通商資源部と関税庁は17日午後2時基準、暫定集計した結果、年間輸出額累計が5012億ドルを記録したと明らかにした。年間輸出額累計では1956年貿易統計作成以来、最短期間5000億ドル突破であり、 現在暫定集計結果は輸出5012億ドル、輸入4166億ドルだ。これにより今年末までの輸出入を合わせて貿易1兆ドル達成の可能性が高まった。年間輸出額がも短期間5000億ドルを突破した主要要因としては品目別地域別にバランスの取れた成長。 品目及び地域の多様化拡大などが挙げられた。